続きですね、やっていきます。落下してくる塔を確認。落下してくる、どこ来るの、上から。嘘、塔が落ちてくるぞ。塔が落ちてくる、お、一般人おるやん。大丈夫か、大丈夫か、お前ら。お、来た来た来た、来ましたね。行きましょうか、ほんだら今日も。いい、死ね。いい、じゃあちょっとやっていきます。あ、一般人の通りやん。こいつら撃ったらあかんやろ。ちょっと待てよ、お前ら、ちょっと早く逃げろ。あ、いい、ちょっと逃げてくれよお前ら。ちょっとこいつら撃ってもうたら多分なんかペナルティーになると思うんで。あ、いい、行くぞ行くぞ。俺はお前ら何をしとんねん、ほらお前。あ、いい、はい、お前ら逃げろ、戦いますよ。こいつら早く出てくれんの、お前。はい、逃げろ逃げろ逃げろ、行きます、戦いますよ。俺はうわ、なんか巻きつけられてる。この塔は壊したらいいのかな。いいっつですね、この塔を壊します。はい、壊すぞ壊すぞ壊すぞ。あれ、壊れるのかな今回の。何発も来るんですよね、壊れるのか。前のが壊れてる。おっと、いったったいったった、初やついてますよ、特に。はい、そんなこと言うてやつはあかんねん。次どっから来るのかな。上向いて、またあれか、また来たな。あ、行きましょう行きましょうかって来てくれるのかな、こいつらも。ちょっとアイテムなんかいっぱいあるんで取ります。塔どこ、またおる。はい、お前ら逃げろ。距離を確認します。この遠いところからちょっと撃ちますね。当たったらまだいいんです。はい、ちょっと待っとけよ、助けに行かなかな。人間に当たらないようにちょっと 上向きにやってるんですけど、ね、あかん、ちょっとこれ人間当たってもいいんかな。この人も死ぬよな多分。もう一度行っちゃった、かっすぐ、ほんまに。お前ら早く逃げろ。はい、させていけるさせていける、ほんまに。これアップする頃には年末ぐらいだと思うんですけど、ほんまにね、にぎやかですよね。ちょっとナンバー行ってきたんですけどね、もうめっちゃ人多くて車もめっちゃ混んでてね。まだお前もう来んねん、ほらお前。おい、行きますよ、助けますよお前たち。行け、何ちゅう走り方しとんねんこいつ、お前。ほんま、え、どこどこ、次どこどこ、いよいよってどこや、今度今度どこっすかね。あれ、俺これレーダーの見方が分からなくてね、まだどこやねんって。だからEDF おる、あっちか。先ほど来たな。 EDF から驚くべき発表がありました。世界各地に飛来した飛行物体は地球外文明の宇宙船だということです。全然ゲームと関係ない話なんですけど、ちょっとね、ある人がね、
ジャンバ、それには無数の飛行物体が地球モンクレールっていうブランドあるじゃないですか。俺モンクレール自体知ったんここ何年かなんですけど、あまりに衝撃的な内容に報道陣が、あれ着てるやつが多すぎる多すぎるってちょっとある人が言ってたんですよ。あんまりそんな気にしたことなかったんですけど、今日ナンバー行って見てみたら12、うわお前、あそうあんまり近かったらあかんね、10人ぐらい来て、もっとかな、めっちゃ来てるやつ多いですね。お前なんであんな高いジャンバーそんなみんな持ってんの、お前なめんねん、俺はお前これ使ってんの、お前なめんわ、お前金持ちやなみんな、あれ2、30万するらしいですね、1個びっくりですわ、ほんま、まあ、ただのひがみなんですけどね、これはい、まずあれ壊します、えい、ー、言うぞ、当たれへんかな、当たった、やるしかないよな、いきます、はい、どんどん行きます、遠いとこからやったら安全なんでね、助けますよ、はい逃げろ、はい行きます、どん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 行っていきます、そのうちこれ自分もレンジャーって言うんですけど、いろんなの変えて使ってきてごめんなさい、終わった行った、はい行くぞ、ここはもう乱射や、おいおい、はい、おらおらおら、アイテム取られたらアイテム取られたら、俺民間人絶対撃ってるよな、こんなだったら、この人が死にへんのかな、はい、おい、お前らぶっ殺すぶっ殺すぶっ殺す、お、この野郎、当たらんか、必殺技使おう、あ、当たったか、かっこいいもんな、なめんなよお前、なめんなよ俺を、おい当たらんか、マンションに友だ、いいっすね、今日はまだちょっと武器変えてきたんで、やめてーって、どこ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 、あれおれへんやん、まだおるんか一人、おいこっちは連打効くんだよね、おい、はい、アイテム取るぞ、次はどこっすかね、またどこ、わコントローラー揺れてる、どこ EDF どこ行った、あっちか、行きますね、また今みたいな感じで通るとこからあの通っていきますか、うぞお前めっちゃおんな、あーごめんごめん大丈夫、ごめん、お前に映ってなかった、塔どこや、ちょっと見えないっすね、ここから、はい、ちょっと撃って、おおって言うたな、かっこいいなこれ、はい、塔どこや、塔見えますか、助けます、あ、見えた見えた見えた、この辺から撃ったら悪いか、お前ら悪いことすんなよ、ここに当たるかな、行くぞ、ちょっと待ってね、こっちから周りのやつもうるさいな、ちょっと、まあ、今のとこ撃てそうですね、お前らと思うよ、お前らうるさいねほら、撃ったろ、民間人ごめんな、多分あの勝ち抜きずで行ってると終わると思うから、はーい、撃ちます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 、助けるよなんぼでも、ここはーい、ほらお前ら、あとは何してるよお前ら、で、こりますねちょっと、いや、ここにもあるよ、ここにも、総司令部に無数の人々が詰めかけています、報道関係者ばかりではなく、ちょっと撃とか、ほんだら一般市民まで集まり始めました、発表を疑い、ほらほらほら、対策を問いただす者、保護を求める者、様々な要求が怒号となって飛び交っています、なるわな、アイテムちょっと取りたいですね、こんだけいっぱいあるんで、美味しいんでね、やっぱり、ちょっと待ってよ、これ撃っていきますね、
当たれ当たれ当たれ、お前俺あれやんけ、気ついたら気ついたらお前この子にやられてる。あいいっすか、あこれやここ結構やばいっすね、マジでちょっと気合入れていかなかった、なめんなよお前、怖すぎますねちょっと。あいいどれ、まだまだ俺どっかに引っかかってんのか、お前そこにもこの EDF どこ行ってんの、もうほとんど撃ったんちゃうかな、あの塔ですねちょっと壊していきたいと思います、何発か撃ってるんで来てんな、ちょっと一発撃ってその間に俺もまっ、ヒットポイントもやばいな、ちょっと取りますね、おーまがさっき壊そうか、いけねー、何しとんねんお前ら、俺らはいやばいなこれ、味方何しとんねん、ちょっとやばいっすね、ちょっとやばいです、おいやば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 い、ちょっとマジでやばい、ちょっとあれします、EDF EDF、 おっしゃ回復、どうか撃ちますか、これやばいっすね、ちょっと危険やな、いけるかな、早く倒れてくれ、早く行ってくれ、オッケー、いやーやばかった、終わるかな思った、あの人乱射しまくります、ちょっとどーんがいい、これでも何人か死んでくれると思う、はい乱射、はい、もうとうもうこんかな、リロードもっと早かったらな、武器のレベルとか上げていったら上がんのかな、お前この蜘蛛の巣いらんわ、お前かお前もいらんわ、はい民間人頑張ってますよ、おいみんなお前倒れとるやないかここで、お前まだいましたね、アイテム取ります、あーきついきつかったなここ、まだ来るか、あ、まだおるな、まだおるけど、もうこいつぐらいかな、はい、リュウ、ウソ、民間人の護衛に部隊を割こう、安全な場所まで連れて行ってやれ、オーケー、あ、よかった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 、いや、きつかったな、ここ次行きます、お、山やな、川か、これ、ちょ、霧かなんかか、これ、なんやろ、あ、川か、いろんなとこで戦いますね、ほんま、食べたいっすよね、うまいもん、まあ、何食べてもうまいけどな中もいっぱいおるぞ、何、どこ怪物、どこにおんの、上か、上か、あ、こんな札、はい、やっつけます、硬いな、ほんまやな、いや、結構硬いな、見たらもう来たらいいやん、これで、あかん、いや、硬い硬い硬い、マジで硬い、マジで硬いけど、俺はこれが、いやー、あかん、もらった待てよ、こう硬いっすね、俺戦いますよ、それは、いやー硬い、硬いっす、マジで硬い、はい、ちょっとバイクも回収しながら行きたいと思います、 EDF は非常事態を宣言し
総司令部への立ち入りを禁じました。これに反発した人々が警備隊と揉み合いになっています。もう待てな、こんな舐めんなよお前。これ持ってきてていいわ。まだ来る、まだ来る、来てんな。あー足らんかった、今もったいない。ちょっとこの大砲系でいきますね。ちょっと普通に撃ったらなかなか増えねん。仲間当たってたらごめん。負けるー、めっちゃ多いですやん。これでちょっと横にずれながら、おいー総司令官より全員兵士、マジでやばいっす。俺仲間多分撃ちまくるやろうな。おどこにおんの俺が。あ、おい壊れてる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 、おかしくなったぞ。どうなったらいい。皆の気持ちはよくわかる。信じられるわけがない。俺どないせんの。これ頭がおかしくなったと疑った者もいる。これなんかボタンとか押したらいけるんですかね。お前俺ずっと噛まれとるやないか。私は正気だ。シャットなんかちゃうっちゅうてん。お、いいだいいだいいだ。我々は地球外文明と遭遇した。おー何やったんやろ今の。俺は抜き方わからんの。あ侵略を受けている。受けてるよ。あー、あ近いところ打ちすぎですね。ちょっとちょっとアイテム取ります。ちょっと待ってよ。まだやられた。これどうない、どうないすんのこれ。どうないすんのこれ。これどうないしたらいいんですかね。これどうないすんの、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 どうないすんの。いやー。緊急報道を行います。EDF より重大な発表がありました。ちょっと待って、地球外生命体のものと思われる宇宙船が確認されたとのことです。宇宙船はすでに地球軌道上に到達しており、バックしながら一部の地域では EDF との交戦が始まっています。めっちゃやられてるやろ。これやばいっすな、死にかけやしさ。ちょっと下がりながら、はい。驚かれた方も多いかと思いますが、これは正式な報道です。めっちゃ追いかけられてる。ドラマや映画の宣伝ではありません。これどこまで下がれるんやろ。いたずらや間違いでもありません。現在我々は異星人との交戦状態にあります。交戦やでほんまに。パニックを起こさず冷静に行動してください。今すぐに下がれるのかも。今下がれるか。今後の報道に注意してください。これと、あこれでも止めれるな。止めれることは止めれるんですけど。警報が発令されます。総司令官より全兵士、待てよ。お前邪魔やねん、追いかけてくんなお前。今現在地球上に安全な場所はない。あ、だいぶ減った。あらゆる場所が戦場になりうる。全ての兵士が戦いに備えなければならない。俺だいぶ倒したからさ、だいぶあの何ていうのアイテムあるはず。全兵士が最前線にいるものと覚悟してほしい。オッケーオッケーオッケー、待っとけよお前ら、行ったるわ。これ以上気休めを言っても仕方がない。だいぶ下がったんでね。俺カメラだ、どうしたらいいんやろ。これだいぶヒットポイント回復するん違う。ちょっと待っとけよお前ら。あ、あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、耐えた。俺もうったかな思った。よ、よかったよかった。しんどかったわここ。いきますね。またか、またこいつらか。またやな。地上の怪物を倒せ。まだ大型円盤だ。でかいですやん、めっちゃ。さ、ま、ちょっとか打ったろ。当たるかな。当たらんか。こいつまた硬いやつかな。こいつ、さっきのめっちゃくちゃ硬かったんで。おっしゃ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 。来てもいいよ、来てもいいよ。やってやるよ、俺は。いいよ。オッケーオッケー、ちょっと遠いとこからあれですね。オッケー、ボケー、うらいい、行こうか、行ったろうか。おいや、おい、ゴルフ場みたいなところですね。
あ、いい。まもなく大型円盤の編隊がこのエリアを通過する。そうな。大型円盤から投下された怪物を駆除しろ。そうだって駆除か。無視やなお前。抜け抜け抜けお前ら。大型円盤から来るってあれか、これこんなことか。どっから来るの、どっからかな、上か。あー来てますね。あれか、あ、あれか。まもなく攻撃が始まるぞ。はい、あれか、あれか。大型円盤ってなんかな、このゲーム。宇宙人の戦ってんの。歩兵は下がれ。口になってよかった。こんなのでもそう思う。教官もそう言ってたな。気を緩めすぎる。まあ、ちょっと時間あるんだ。でも飛びますね、これ。空爆が始まるぞ。空爆って、なあ、戦争みたいなこと言うなよ、ほんまに。ひどいぞ。来いよ、お前ら。当たり前のことだ。こちらスカイバット、攻撃を開始する。あ、もうなんか動き始めましたね。遅い遅い。お、何何何、今度こっちか。こんな兵器で俺たちに勝てるつもりか。お、なんか上えらいことだけど、この空からなんか飛んできてんのかな。面白いように当たるぞ。お、どうなんこれ、上のやつ壊れんの、空から撃ってくれてんのかな。無傷だと。無傷軍に入れ。聞いてないやん。攻撃が効かない。どないすんねん俺ら。回避しないのはその必要がないからだ。また走るのか。効かねえってやつやな。ということはまた空からなんか降ってくるのか。義務を果たすことで大型円盤が怪物を投下しています。うわぁ、怪物をここで待って、えらい早ないか、くんの。頑張ります、頑張らせてもらいますね、ちょっと。いや、めっちゃ多い、めっちゃ多い、めっちゃ多い。ちょっととりあえず散らして、こっちは、あ、おんな。選挙報道です。どっから来てる？向こうからか。EDF はエイリアンに大きな損害を与えたものの、戦闘は未だ継続しています。戦況は優勢です。有言飛語に惑わされず、冷静に行動し、パニックを起こさないようにしてください。避難が必要な地域は警報が発令されます。万一避難が必要になった場合、もんのか、迅速に行動できるよう、必要最低限の荷物をまとめるなど準備を始めてください。はい、どっか行け。武器のレベルもね、ちょっとずつ上がってきてるんで、やりやすくなってますね。さっきのけど、カタカタな先のステージなんて。はい、どっか行って。大型円盤の編隊が上空を通過する。備えろ。ん？まだ来るんかな、上から。みんなどこんの？あ、ここだ。こんな。空軍が攻撃する。下がれ。空軍が攻撃する言うたかって、お前らの攻撃聞けへんやないか。あとはでかい。ほんまに。外すなよ。聞けへんやん、全然。お。お。来たな。一人来てますね。一人とか一匹。届かんねんな。まるで効果がないぞ。あの金色の装甲に。何か秘密があるのか。それアイテム取るか。エイリアンには手も足も出ないってわけか。出ないっすね、エイリアンには。攻撃が効かなければ、幽霊とエイリアンには勝てないでしょうね。やられるのを待つだけだ。黄色の装甲を貫く方法。どうすんねん。人類は負ける。そうやな、これに勝たなあかんもんな。どうすんのかな。なんかありなのかな。なんかなるんかな。怪物を投下してると。また来る。あ、また来そうですね。ちょっとまた遠いところから撃ったろうか。落ち着け、落ち着け。落ち着いてられるか。
この辺から撃ったろ。はい、食い止めましょう怪物を。おい、あ、後ろにも後ろにも後ろにも、待て、こっちもおんな、待てよ、ちょっと使いようか。いやー、勝ちますよ、頑張って。ちょっと落ちまくりますね。大型円盤は明らかに質量以上の怪物を投下しています。うん、すごい数だね。おそらくちょっと塔と同じような転送装置を搭載していると思われます。うん、装置ということで、なんか壊したら瞬間的に物質を移動させる技術か。なんというテクノロジーだ。なんか壊したらあれなのかな、降りてけへんのかな。今敵の転送技術をテレポーションと呼称します。テレポーション、はい、お、だいぶ片付いてきたかな。なんか壊したらいいのかな。それっぽいもんないし。 EDF は宇宙からの来訪者をプライマーと命名しました。プライマー、プライマーとはすでに交戦状態のため、交渉の試みは打ち切られています。しかし対話への努力が十分ではないとの意見も多く上がっており、 EDF への疑問の声も聞かれます。 EDF、確かにこのような早期に対話を諦めるのは得策とは思えません。我々は今後も呼びかけを継続し、プライマーと意思の疎通を行うべきではないでしょうか。平和が一番。どうなのかな。総司令官より全兵士へ。10日ほど前、地球軌道上に無数の飛行物体が確認された。うん、それで前兆はなく、出現は突然だった。飛行物体は一斉に地球に降下、怪物の投下を始めた。狙われたのは全世界の大都市、そして空軍基地だ。奴らには明らかな敵意がある。行動は計画的である。人類は初めて外敵に遭遇したのだ。我々は戦わねばならない。己の生存権をかけて。敵の射程内に入るぞ。お、敵の射程、戦うか、はい、来んの、誰か来んの。いや、いや、来てんな。え、待て、誰か来んの。もう向こう行ってんのか。今上の方になんかいましたね。武器の点検は終わっています。俺このステージ終わりかな思っとったら、ま、上いますね。あれ一匹だけ残ってるだけかよ。としておっしゃ、当たった当たった。あ、女向こうも。待って、やり合うんかな。そしたら、あ、当たらんな。仕事ですよ、仕事。あれ、これで終わりの。これ倒したら、俺ね、倒し忘れかけとしたら。家に帰りたいか。ならば、エイリアンから家を取り戻す。なんかさっきから続かないっすね。なんか、あ、お、俺が倒し忘れただけやん。オッケー、オッケー、よかったよかったよかった。はい、新しいキャラ使っていきますね。結構面白いです。面白いですね、これ。怪物を何とかしよう。イエーイ。市民を守れ。飛べるんだよ、これ。おーい。いねえ。行くぞ、飛びまくります。怪物を投下する大型円盤を、今、行きますか、前に。テレポーションシップと呼称します。テレポーションシップを撃墜する方法はないか。おっしゃ、こんな、あ、折れへんか。現在のところ撃墜に成功した例はありません。溜めて撃つっていう感じですね。こいつはちょっとバリアのようなもので覆われているようです。軽微な損傷すら与えることができません。どっかいますか。クソ、大型円盤だ。溜めとったろ今のうち。数が多すぎる。やりますぜ。全部が怪物を投下し始めたら駆除が追いつかないと。
次はどこに来るかな。みんなおんのはそこか。来るか。こいつ来る。お、上げてきてんな、上げてきてんな。ここで殺したろ。あ、来てんな。せー、いくぞ、せーの。あは、撃つとか悪かった。ほい。ほい。次第に我々は疲弊し、おっしゃ、いい感じだぞ。なんとか状況を打開しなければ。ほい。現在、空軍が新型機を準備しています。お前、邪魔じゃん、お前。新型機テレポーションシップが破壊できるというのか。あかんな、俺ちょっと。おそらく。ただ、時間が必要です。どれくらいだ。へいえ。2ヶ月間、やられるままと長いな。怪物を倒し、被害の拡大を防ぐ。今、できることはそれだけです。あとはどれぐらい。センネさんが反応してる。怪物が村の外にいるんだ。こういう感じやな。飛ぶのはもうちょっと慣れたらもっと いけそうです。みんな飛んどんな。おるか、おるか。また怪物を落としてるぞ。やりましょう。再現がないぞ。なんとかしないと。怪物カーニバルだ。こっから攻撃ですね。はい。どこおる、どこおる、どこおる、どこおる。いますか。あんな。タイミング難しいですね。持ちこたえられるのか。どこや。はい。飛んで、飛んで、ちょっと、あ、飛ばれへん。世界中がこんな状態なのか。世界が奪おうとしてる。こんな日が来るなんて。余裕になるな。俺たちが怪物を倒せばいい。ちょっと撃っていきますね。乱射していきますね。どこや、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 女。あー、降りる時のタイミング難しいですね、ちょっと。大型円盤が来るぞ。大型円盤、よく取ります。こう飛んで、まっすぐ取ると。おい、このままだと、本当に人類は滅びるぞ。おい、慣れたらね、これ結構多分強いと思う。ただね、弱点はパワーないんですよね。パワーというか体力ないんですよ。打たれ弱い。怪物の数は我々の苦情を上回りつつある。このままでは社会システムが崩壊するのも時間の問題だ。社会システム。ん？こっちも来てる？こっちも来てますね。はい。どんどん行くぞ。どこに避難すればいいですか？あ、撃っていきます。まだ当たってないか。おーい。もし当たってな、当たってな。この辺遠いとこからね、やっぱ撃っていったらいいと思うんで。助けてくれ。助けます。赤、赤が敵か。めっちゃ多いな。はい。あー、こっちも女。戦況報告をお伝えします。対局的に見て、飛んで飛んで飛んで、上から攻撃推移していると言えます。エイリアンは怪物の投下を続けているものの、EDF はその台風の駆除、脅威を抑え込むことに成功しています。やばいっす。さらに EDF は優勢を決定的とするため新兵器の投入を発表しました。やばいっす。新兵器の完成は2ヶ月後、4ヶ月後には各地への配備が完了します。新兵器は大型円盤を破壊する力を持っており、飛んでます。これにより宇宙戦を壊滅させることが可能となります。おい、民間人か、まだ俺は。
世界中が戦場となった今、俺たちは戦わねばならない。このキャラもぼち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 使っていきたいと思いますね。おお。